さあ今日は中西正夫さんにお越しいただきましてありがとうございます。すみません、芸能記者の中西正夫です。よろしくお願いします。お邪魔します。お邪魔します。えらいすみません、はい、中西さんにねお越しいただいたのでサイコロトークやりたいと思うんですが、ただのサイコロトークじゃなくてやっぱり芸能界にまつわるお話でいきたいなと思ってます、まあ、いろんなこと今ありますからね。ちょっとなんかありすぎですね、まあ、この特にね1年2年はね激変です。これはもうほんまにちょっともう一言二言言われへんぐらいいろいろありますから、今日は言うてもらいます ね、うん、お願いしますね。いやいや、それはもちろんね、それはサイコロ出たもんはもうほんまにもう、そういうことです、はい、サイコロの銘で語っていただくのを先ご紹介しましょうかね。まず1の銘が出ましたら、全然思ってた人とちゃうやんと感じた芸能人、はい、そして2の銘が2、はいはい、2番が出た場合はですね、芸能界、はい、もうあの仕事はごめんでございますと、うん、そんなありますね。そして3はいろいろありすぎる最近の芸能界に対して思うこと、先ほど言ってたそれでございますよ。そして4の目が出ましたが、芸能界あの場面はなかなかの修羅場でございました、はい、ありますね。5、芸能界この人には勝てないなぁと痛感したこと。6、私が勝手に思うこうしたらテレビはもっと面白くなるんじゃなかろうか、こういった形でやってみたいと思います。すごいですね、この2024年とは思われへんぐらいどれもシュートな質問ばっかりですね。本当にそうです。どの目出てもこう、ね、なかなかなことばっかりですけど ね、厳しいですね。ではまず私振らせていただきます。いきますよ、はい、よっこいしょ。あ、3、さあ3が出ました。いきなりでございます、ね、いろいろあった芸能界、まあこれ今最中っていうのもでしょうけども、それに対して思うこと、思うことです、ね、思うことでございます、はい、こんな難しいな、難しいですね。この辺ね、山上さんあたりから答えてもらおうかな。いろいろあって、まあ、私にの仕事について来ていただいてるんで、はい、全く知らないわけじゃないんでね。いろいろありますもんね、うん、実際ね、もうどこの世界もプライベートを暴露されて、もう本当大変だなってそうやな、はい、そうやな、そりゃそうです、うん、はい、本当にそうだよね、はい、あの方ですね、はい、そうですね、そうですよね、はい、いや、プライベートっていうのかな、今コンプライアンスとかなんかって言いますけども、うん、やっぱりね、中西さん、はい、あのことはね、ちょっとこれは責められても仕方がないんじゃないかな、令和やからとか今やからとかではなくて、ちょっとはみ出たところはあるような気がするんです、うん、まあ、ぶっちゃけて言いますわ、芸人さんが、仕事終わって夜遊ぶっていうのは構わない、いろんな遊び方あるんでしょうけどもね、はい、ちょっと度が過ぎてるような気がしたんですよ、うん、女性絡みでね、女性を物のように扱うみたいな表現もしてありましたですけど、まあ、そこまでは思わないんですけれどもね、やっぱり品性というかね、うん、そこがあるとするならばちょっとはみ出したかなって思うから残念、うん、それこそね、うん、その、まあ、例えばもう亡くなりましたけど志村けんさんという方もね、もうずっと、まあ、独身ですけども、うん、志村けんさんという方はずーっと、それこそもう モテ倒しですから、それは女の人の話はずっとありましたけど、僕ら取材する側からしても一つとして悪い話が出てこうへん、なんでやろっていうのは、やっぱりこれは別に変な意味はないですけど、やっぱり女性に有り余るだけの、まあ、お金と気持ちを渡してたからですよね。気持ちね、なるほど、だから私は、私志村けんはあなたのことをほんまに大事に思ってますよっていうふうなことをこうずっと注い入れるから、だから女性としては最後別れるにしたかて、ありがとう志村さんしか残らへんというね。だからお金もかかるし大変でしょうけど、名がある人が遊ぶとなったらそれぐらい腹決めて遊ばへんかったらあかんねやろうなと思いますけどね。なるほどね、そうだな、その芸能界に限らず、好きな人ができました、初めてのデート、ここの焼き鳥美味しいんだよってガード下連れて行かれたらちょっと違う、それは6回目ぐらいにしてくれへんかなって思うのあるんですよ、うんうん、ですね、やっぱり最初はもうのちょっと気取ってるけどキャンドルがこうねついてるようなね、お寺ちゃうで、お寺ちゃうで、お寺のキャンドルちゃうの、あれろうそくですからね、ろうそくキャンドルでちょっとフレンチとかイタリアンとか、うん、ちょっとねフォーマルな形でイヤリングしてネックレスしてお化粧きれいに固めていく、そんなようなレストランに、うん、なんかエスコートしてくれたら
ものすごい嬉しい女。いやそれこそね、なんか僕ら25年こんな芸能記者の仕事して、要はスキャンダルとか女の人がもうこんなあんなひどいことされてかなんかったっていうパターンはほぼ決まっててね、こんなあの定外化すのもあるし、あの最初大臣に扱おうてもうてた、それこそ一人5万するフランス料理連れて行ってもうてた、それがだん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 それがまあ3万なり2万なり5000円なり3000円なりしていった、この5000円3000円になったあたりで渡してちゃんと扱われてへんねんなっていうふうに、そのお金はないけれどもやっぱ自分の扱いがだん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 低くなってきたところへんぐらいで、そう言うたらあんな結託悪いこともされたな言うて人に言いたくなるっていう。だからそのずっと最初一人5万のフランス料理に連れて行ったらずっと5万か、ほんまは5万7万10万で上げていかなあかん、この上げていく解消なかったら名前ある人は遊んだらあかんみたいなこと言う過去の俳優さんとかも言ってはりましたけどね。それは解消のある方ね、年収の高い人ね、それやったらいいですけど、最初やっぱりいいとこでだんだん下がっていってもそこであの食べるものはな変わっていく、ちょっと安くなっていくけども心を育んでいってるみたいなものがあるから、でも最初はねちょっといいとこ連れてってもらいたいなっていうのはあると思うんですよ。だから芸人さんの遊びと一般の方とは違いますねということは私ね一緒や思うんですよ。そこはそう同じやもんですよ、基本は、基本形は。そうですね、うん、そんなもんあのお金ないから吉野家でいいんですよ、うん、そこに心があるかなんですよ、うん、だからあのどういうのかな、芸人さんの遊び、芸能人の遊びっていうのは今志村けんさんとおっしゃったけど、志村けんさんなんか一つの見本やね、うん、なんか粋な玄人の男の、うん、ちゃんとした人、シャンと背筋の伸びた人の遊び方してはるなって感じはちょっとしますね。志村さんってテレ屋さんでね何度かお会いしたことありますけども、シャイな方でしたね。シャイな方、シャイな方でございます。だからそれをシャイでも言葉であなたのこと大事だよって言わへん、はい、でも態度とそのおもてなしでもう有り余るぐらいの気持ちを伝えるっていうことができてると向こうは何やねん志村けんはとはならないですもんね。ならないねんな、いやらしいけどね、お金でええとこ連れてってくれてええのかと、そういう話じゃないですか。そういうこと気持ち気持ち、うん、表情、それがね、だから、こう、逆に言うとそれがないとね、あれですし、まあ、難しいとこですけどね、その、ちょっと今度はやっぱ YouTube みたいなのも私もやらせていただきながら言うのもなんですが、もう自由な発言がすごいなと思いますね。ちょっとスキャンダルがあったら、もうほんまに中毒になるほど見てしまう。なぜかって言うたらテレビは規制が多かった、まあ、もちろんスポンサーがあるから、うん、なえげつないことも言わないんだから、えげつないことバンバン言うのよ、うん、でもそんなに言い過ぎやんか、なんぼなんでもって言いながら、うん、どうしても見てしまう、自分のこの指と目と鼻とねこうやって見てしまう、これがあるのよ。いやいやは自分でやらしいなと思いますけど、今そういう時代になったのね。コンプライアンスというか絶対規則は、うん、ものすごく厳しいんやけども、こっちのネットのこれになるとどんどん言っていいんだみたいな、自由なとこ真ん中ないね、びっくりしますね。おっしゃる通りでね、はい、芸能人と芸人さん、まあ雑に言うと芸人さんは、うん、俺はもう芸人なんていうむちゃくちゃな仕事に就いたんや、まあ、やから その代わり、うん、お金稼ぐねん、女と遊ぶねん、ね、車乗んねんみたいなことで入らはったんですけど、うん、今ってどんな、はい、言うたら公務員の人よりも誰よりもむちゃくちゃあのコンプライアンス清廉潔白のこと求められますからね。そうやね、なんでおもろいことせえとかね、うん、なんかはみ出たことが、うん、でけへんからおもろないねんって言われたりね、もうね今難しいな、芸人さん生きるのはしんどい時代になりましたね。ものすごいそれ芸人さんものすごい制限されて、一方で上野さんおっしゃるように、はい、YouTube とかやったら、はい、何の根拠もなくそうですむちゃくちゃなことをバーッと言うた方が、うん、なんかほんでしかもそれこそが正義の刃やみたいな感じになったりもするので、本音やったら芸人さんむちゃくちゃ真面目におらなあかん、一方でいやしゃあけどこんなやつはねこんなむちゃくちゃなことやってるんですよ皆さん見てくださいみたいなことを言うのがもてはやされる、ほなもうどん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  どないやねんって世の中になってますよね。どないやねんやねんけどもそれがおもろいね。テレビはなんかもう当たり前のことしか言えへんようになってきたから、うん、特にね YouTube がめちゃくちゃおもろいねん、うん、そうなったらしゃあから僕らみたいなもんでも一応僕ら芸能記者、まあ、もともとそのデイリースポーツスポーツ新聞にいて、はい、その要は取材してなんかものを言おうと思うから、うん、そんなに
むちゃくちゃな、なんかこう言うた方が目引くやろか、そんなんで言うたら記者なんて一番ダメですからね。ちゃんとちゃんと取材したこと、僕が取材したこうですって言ったら、今のテレビとかのかあ ネットからしたら僕が言うようなことは物足りひんって言われるんですね。あ、また固いこと言いやがって、はいはいはい、中西はまた芸能事務所に忖度しやがってみたいなこと言われるんですけど、忖度と違うねんけどね、このルールやねんけど、殺したけどちゃんと取材したらこういうことでしたを言うてたら、うん、周りもっと激しいこと言うてんのに、お前はそんなもんぬるいことばっかり言いやがってって言われるんですけど、だからそれもなんかおかしなバランスやなと思うんですけどね。本当バランス悪いなと思う。 YouTube は激辛やね、でカラカラってもうしびれてるから、普通の辛さやったら物足りんみたいなね、そんな感じになってるんやけど、ここ難しいなと思う。コテンパンにやられるもんね。トップ走ってた人が音を立ててなんか下っていくっていうのかな、転げ落ちていくっていうのが怖いなって思う。まあね、私も早いこと年いっててよかったなって思う今日この頃ですよ。これが20年若かったらもうどないしようと思うね。20年若くても相当な年やけど、まさか仕事辞められへんもんね、その年やったら。今何歳でしょ、 いつ自分の何歳の時に、芸能界の一番ええ時にいてたかって、このも巡り合わせのね、ようこれ芸人さんもよう言わはりますけどね。もう偶然なんですけどね。ほら、私はちょうど20年前ぐらいからあの辺は稼がしてもらったからね、テレビも絶好調な時代でしたしね。だから良かった。年いくのも悪くないなって最近思いますよ。いろんなタレントさんのそれを見ていて辛いわ。それこそまあ30年前ぐらいはちゃんと芸能界は、吸うたら甘い汁があったと。ありました。でそれがあったけれども、今はもう吸うてもそない汁出てこうへんとなったら、ほんやったらもうちょっと、ほんなそれ目指す人もいなくなりますし、こんなしんどいものばっかりして、ほんでなんかちょっとでも道外れたらこんなみんなから石投げられるのか言うてね。そうです、そうです、そうです。それはみんな言うてますけどね。だからほんと30代後半40代の芸人さんなんかしんどいな。もうね、20代の人はもう芸人さんじゃなくて、それこそ YouTube 行ったりとか他のことでちょっともう商売買いしてはる人も多いですけど、40代ぐらいまで頑張ってきてそれなりに賞も取ってるような芸人さんとか、みんな俺らどうしたらいいねって言ってますけどね。その力はあるんですよ。あるんですけどね、世の中がうねりましたからね。彼はそれは言えるな。もう引き戻されへんし、先進んでもそんなにええ汁もないし、ほな俺らこれ45で今どうすんねん言うてよう聞きますけどね。その通りですね。年いっててよかった。もうね、90ですね。ちょうどよかった。もうやり倒したわ。やっとしたら90をもっと押して言うた方がもっとええってなりますけど。次、じゃあ、はい、山上さん行って、はい、ね、難しい芸能界になってきた1番でございます。はい、全然思ってた人とちゃうやんと感じた芸能人でございますね。まあイメージってありますよね。そんなん言いました？どうですか、私についてくれるようになって。そう、いろんな人と会わはるでしょうからね。ダイアンさんって、ダイアンさん、あ、はいはい、津田くん、はい、西澤さん、西澤さんね、ゆうすけさん、まあ西澤さん、ゆうすけさん、はい、台本をちゃんと書いて、そうそうそう、いい感じ、あ、好きなの、はい、ああ、わかるわかる、あったかい感じもするしね。まあ、どうかなって思ってたんですけど、最近一人でよくその釘付けとかも来られてたり、そうそう、来られますね、はい、とか来られたりとか、すごい礼儀もすごく正しくて、そう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 、すごい、あの、面白い、面白いっていう風に。どんなや思っとったん？なんかどんなや思っとったん？もうこの人楽屋に入ってくるようなと思ってたん。ねえ、お笑いの人は礼儀正しいで、ね、大体礼儀正しい、みんな。ほんと面白いやろ。面白いです。ね、スタジオでも本当面白いですよね。はい、すごく好きになります。私もです。はい、彼に突っ込んでも突っ込んでもちゃんとボールが返ってくるもんね。下手くそなのね、芸人はボール投げてんのにこなして避けてね。そんなもんおりますが、津田君はちゃんと受けてちゃんと戻してくる、はい、大様やなと思います。ああ、嬉しいな、そんな言われた、はい、ねえ、津田さん、おめでとうございます。おめでとうございますなのか、山上さんの中の津田さんの評価がどんなに低かったん、低いのか、むちゃくちゃか、いきなり楽屋入ってくるなり金属バット振り回すような、ね、そんなイメージだったんか。いやいや、そういうわけではな
ないんですけど、いす、はい、うまいなと思います、はい、プロですよね、はい、彼はあのプロですわ、そういう意味ではね、いやそれはね、あの、まあ、こんなこと言ってるのは全般的に悪いけど、女優さんって本当にあの綺麗な、そしてしとやかで上品、そして品がもう頭もよくって、もちろん容姿は端麗で感じもいいと思ってはるけど、そうでもないですよ、私は女優は男と思ってますから、ほら男も女もない、女が主役を取るわけですからね、だからあのけなしてるんじゃなくて男の根性を持っている、だその中でもやっぱ性格とか、はい、礼儀とかありますよね。昭和の女優さんはちょっとやっぱり天狗いた悪いけどツン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 する方はちょっと多かったような私感じがします。なんかあの私みたいなお笑いに挨拶したらへんみたいな、おはようございますと言ってもスーッとこうスーッとかわしていくような女優さん多かったですね。でその点最近の女優さん、最近の女優さんとかして天海祐希さんとか、うん、まあ何人かいますけども、皆さん気さくというのか、うん、全然変わらないと言いますか、北川景子さんにしても本当頭がよくって、そして礼儀正しくって、うん、なおかつ綺麗でね、芝居も上手でちゃんとしてるの、そうですね、びっくりするんですよ。やっぱりそのまあそれこそほんまにね、天海祐希さんぐらいが分岐点かもしれませんけど、そうですね、もうまあ例えば天海祐希さんがそれこそ20年前の芸能界にいたったら、あれぐらいの地位の人やったら、それこそ逆に言うたらもう、うん、ここに牙がないと、ここにある意味鬼を飼ってへんかったらもうできひんようなお仕事やったんかもしれないですけど、今はだいぶその女優さんを取り巻く環境も変わりましたからね。その昔はもっとまあセクハラパワハラみたいなことではとてもすまんようなこと、女優さんにも多分いっぱいあったと思いますけど、それに勝とう思ったらここに鬼いいんかってあかんかったんですけど、今そんな鬼買うてへんかったらどないもならんっていう現場もそこまではないでしょうしね。昔あのセリフ合わそうよ言うて男優さんが言って、それで新人の女優がはいって言って、そこで襲われるっていうのが多かったですね。個人レッスンやないけれども、個人レッスンちょっと言うてね、セリフ合わせしようかって言ってね、ね、そこでもう私は本人にも聞きました、今はどうしてるのかな、あのもう結婚もされて子供さんもいますけど大変だったって言ってましたね。でそこであのバージンを奪われたって言ってました。これはでしたか、別にリアルな話、今まあそういうことが昨今問題にもなりますけども、したけど、っていうようなことが事実あったとしたら、それでもバーンと突っぱねるのか、逆にもう、まあ、ちょっと表現あれですが、こっちが男を食うたるぐらいの根性を持っていくのか、どっちにしても心の肝の力がどっちにしてもいりますからね。その彼女はあの牙を剥いて頑張って売れましたね。大したもんですね。だけども過去を振り返ったらこんなことがあったわってやっぱりおっしゃってましたよ。そんな世界だったの。お願いいたします。はい、はい、2番、はい、2番芸能界、はい、もう二度とあの仕事はごめんね、はい、ああこれはもう私たちですかね。芸能界そうですね、まあ、僕で言うたら取材ってことになるんですかね。例えば僕は年間取材が嫌ですか。年間200組ぐらいいろんな連載でお話を伺うんですけど、はいはい、今度は200組を連載あお話を伺ったら、まあええ人もいたら、まあそうでもない人もいますけど、いやもう最低だった人言うて、最低やった人はね、誰、そうなんですよ、ほんまね、モデルさんでね、モデルね、女性でね、うん、モデルさんでね、はい、女優あ役者としてもやってはってね、いうふうなね、ちょっとした綺麗な人が、その人が、ね、とあるドラマに出る言うてね、なんかそのドラマに出てドラマの話聞いてくださいって僕言ったんですけど、うん、そう言うたらそのドラマの宣伝ですやん、それ、まあ、まあそうですやん、その話聞くみたいな、向こうは頼まないから、向こうがどうもありがとうございますなんか、おたら何が勘に触ったのか、うん、全く喋らはらへん。ほんでこっちが何聞いても、何この人バカなこと聞いちゃってみたいなことをお付きの人と言うて、ろくに答えもしはらへん。僕はもうこんな仕事や、そんなもんこっちかで、別にこっちがどうしてもいいじゃなくて、むしろそっちから頼まれたから僕自分の連載で言ってるのに、なんでそんなこと言われなあかんねんと思って、僕はそれあんまりないんですけど、僕その人のことだけは今テレビで見てもなんやねんって思います。やばそうなんやね、うん、もう全然ここでもうその名前今からあの20回ぐらい言うてもいいんですけどね、もう言わないでください。そうなんや、そんな人もいます。思い当たらないんですか、これで怒られたんやなみたいな。
ないですね。なんかね、だってね、中西さんって腰低いし礼儀正しいし、どう気に入らんのかな、はい、こんなんね、自分で言うのはほんまないんですけど、僕あんまりね、そういう取材でトラブルはないけれど、向こうの人にボロクソに言われるとかあんまりないんですよ。25年もこの人ないと思います。あんまりないんですけど、せやけどその人だけはもうほんまに初手からガンと来はったんでね、じゃあから僕はもうもそ印象あるんですけどね。まあね、いやね、今も出てはんでね、今も出てはります。まあそこ活躍してる、そこそこ出てはります。シャーからもうね、もうほんまに後で生意気こな、そうです ね、 ね、本当にもう、はい、私は前ここで話、はい、YouTube 始めた頃に言ったと思うんですけども、横山やすしさんがご存命の時に、やっぱあの方ね、ちょっと やんちゃさんなんですよ。すごいね、すごいやんちゃなんですよ、うん、イメージありますけどね、うん、それで、あのまあテレビ朝日の仕事やったかな、教育番組でお母さん方が100人ぐらいスタジオにいてて、そこでちょっと、難しい話というかね、ちょっと教育の話なんですけども、横山やすしさんに行ってもらうと、でそれの おもり役で上沼さん行ってくれませんかねって言われたんです。もう頭からおもり役、なんでこんなんで行かないかんの、はい、さて吉本の住んだ吉本でもなんでもない家で機嫌ようね、主婦やってんのにと思ったことあったんですよ、うん、でも仕方がないから行きました。で100人ぐらいのスタジオの お母さん方にちょっとスイッチオンやってもらったりね、子育ての番組です、教育番組ですよ。でその時に本当びっくりしたな、急に怒り出すからね、やすしさんって。あ、そうなんですね、何がどうやったって、まあ、本には何かあったんでしょうね。前 の、 あのアシスタントディレクターとかいるんですよ、カメラの横のスタッフ、その子に、おいお前はな、大学出てると思って大きな顔するなって急に言い出したんですよ。な、うん、なんでそんな急に言うのやろうと思って、ほんと、ってその言われた方もカンペ持ってね、ってこんなちょっと固まってはったんですけども、そこへスタッサッサッと言ってバシンって殴ったんですよ。殴ったんですか？殴ったんです。殴って蹴ったんです。そしたらもうスタジオの100人のお母さん方がもう騒然としますね。なりますわね。で、私の出番ですや。ね、それこそスタッフはね、神山さん、そのために来てみたいな、おいおいみたいな、なんやろんと思って、一応私もタレントとして行ってんのにね、であれちょっとやめましょうって言って、でまあ、あの収録止まったんですね、あまりにも空気が悪くて。何か腹立って、大学出てると思って、海に行くんすな、おらってこんなこと言ってましたわ。それで怒って、やすしさんは部屋に引っ込んで、収録の途中ですよ。まだ半分ぐらいしか撮ってないのに。で、スタジオ中もちょっと、皆さん落ち着いてくださいみたいなことになって、おい、神山さん、部屋へ、はい、行ってください。やすしさんの部屋へ、連れ戻してくださいって、私ね、なんやねんと思って、なんだ私やねん、まあ、社内は大阪から子守って言われてたから、と思って、それでコンコンって、やすしさんって言ってるの、怒ったらね、もう、声も、ふんも、なんも、はいも言わへん。で、ちょっともうドア開けさせていただいて、もう、頑張りましょうって言ったら、何頑張んねん、寝てるんだって、もうなんか巻き舌でガーッと言ってありましたけど、みっともないですよって言ってね、もう私今、もう一発ぐらい殴られてもいいわと思って、ちょっとああいう時はね、女っていうのはね、やっぱ出産やってるかかなんかわかりませんけどね、はい、なんかこう、腹据わりましたね。何をやってるんですかって、もう大阪から来てあなたはね、漫才やったら日本一やのにね、こんなこと何が気に入らない、俺はあかん男やないよって、さあほらちゃんとスタジオに戻って続きやりましょうよ、お願いしますよ、よくメッセじゃないですか、男でしょうがってみんなこと言うたんかな、なんか偉そうなこと言わせてもらったら、そうしたらなんかハマったんですよね、これしゃあないなと、もう君の顔立てるわって言って、それで帰って、はい、後半はもう爆笑に次ぐ爆笑、はい、横山やすしさん大リサイタルになってね、もうやっぱりやすしさんってすごいなってみんな言って、私やってられませんでしたか、帰りの新幹線ものすごく感じ悪かったですわ、もう弁当も味なかったわ、でも弁当凍てんね自分で、嫌になるわ、お腹はすく自分がちょっと腹立ちましたね、そんなことありました。これは辛いかったわ。それはしたけど、前段で僕その上沼さんをわざわざ大阪から森で呼ぶっていうのはどんな料金やと思って僕半分聞いてたんですけど、そうなんですよ。したけど見事にというか、見事にというか、そのまあある種完璧な森をしはったわけですね。それはもうそこでうまくいきましたけど、今伺っててもその安さんにね、そのあんた横山寿司屋さんかっこ悪いですみたいなことを言わはったんです。はい、言いました。なぜかって言いますとね、あの方吉本、私はもうあの全く
あの違う人一人でやってます。そうですね。漫才の頃から、うん、あの安志さんは千里マリを好きでして、それで劇場に見に来てくれて、あんたはなって私を言ってくれて、あのここが違うからなって言ってくれたことはありました。ここが違うからなって言ったのね。何が腕が違うんかと思いました。腕はちょっと太いけどなと思いながらね。でも本当それを言っていただいたことあるんですよ。それを誰かが知ってて、あんた子守で行けって言ったんだと思います。なんかベースないとね。そりゃそうです。そうですそうです。だからもう吉本に来いやみたいなことも言ってくれはったし。そうか、はい、その関係性とか横山寿司さんの中のある種の思いがあったから、それやったら、そうなんですよ、それ嬉しかったです。はい、でもまあ嬉しかったですけども、まあまあいうことがありましたね。もう怖い怖い、今できないな、今やったらちょっと無理です。本当にあのまあいい経験というのか、やっぱ女はね、ああいう時はちょっと、ね、大丈夫やね。男の人って言ったらちょっとやっぱり、ね、あのなんて情けないとこありますよ ね、 すね。ここ一番って余裕あんとこあるでしょ。ここ一番ってね、ね、まあ、全然僕は用事思い出すでしょ。用事急用意とかね、ね、電話かかってきたらふりするかね。何にも女言ってんの、何にも電話かかってきてへんのに携帯の画面見られたらもろばれるさ。何も電気ついてられへんの。そう、男の人意外とあかん。女はね、度胸がありますよね。はい、そんなことがありました。はい、じゃあ続いていきましょうか。はいはい、ほな私これ、はい、あれですか、はい、ちょっと振っていただけますか。ちょっと、あ、6でございます。私が勝手に思う、こうしたらテレビはもっと面白くなるというね。あ、もう今もネット時代に入ってテレビが面白くないとか、うん、つまんないとかいう方も多いと思うし、う、ね、まあちょっとテレビ局はきつい時代を迎えてます。スポンサーがね、ネットの方にこう移行してしまったって聞きますね。そうですね。だから私はテレビ大好きで、テレビ全盛期に生きてきた人間やから、なんかテレビの衰退って見たくないんやけど、どないしたらテレビは面白くなるかなんて、こんな難しい話私に聞いてもね。どうですか、中山さん。いや、それこそね、僕ね、なんか例えばね、テレビでこんな企画をする、まあそういうテレビを面白くして、いやいや、よくするって方法もあるんでしょうけど、僕ほんま思うのはね、SNS とかでみんながこう好き好きにいろんなこと発信するでしょ、はい、まあ別にそれ自体は別に悪いことやないけれども、はい、なんか番組にちょっと攻めたことやったら、うん、こんなテレビ番組を許していいのか、こんな企画をやっていいのか、こんなもんはここの番組を提供しているスポンサーさんのところにこうみんなで文句よみたいなことを SNS がみんなこれ言うてるっていうのがね。あら、もう、そうですか。ほんでスポンサーに行ったらちょっときついですね。いうふうなことをやったら、あのみんながもう批評家みたいになって、それで発信して、ほんでまたいろんな人がちゃんとその SNS の声にちゃんと耳傾けるから、僕これにほんまに耳傾けなあかんのかな。別にそんなん関係ないねん、面白いと思ったらもうやんねんっていう流れが生まれへん限り、ずっとこれに左右されてたら面白いもんなんか一個もできひんと思うんですけどね。なるほど、わかります。ちょっとやっぱビビってんねんな、テレビ局も。あのネットにその意見とかいうね、はい、盛り上がってる。でも70年 NHK なんかテレビ放送開始して、その貫禄っていうのかな、そんな重鎮なものをこう前にグッと出すようなことができないのかなと思うんですよね。やっぱいろいろテレビはオワコンやとか言われますけど、でもね、今、うん、間違いなくテレビが勝ってることが一つあるのは、うん、はいはい、それこそまあ今度は上沼さん横にして言う、うん、申し上げますけど、テレビに出てる人はその世界で一番面白い人、うん、歌が上手な人、一番、俳優さん、テレビにはええ人出てますからね。これが一番そのテレビの財産ですわ、まだ昔からずっとやってるから。だからこれをどう使っていくかっていうのは僕一つの大きなポイントだと思いますけどね。テレビの迫力というのか、奥行きというのか、年季、番組を作ってる年季があるって感じたのが、去年の紅白、私は見事やったと思ってるんですよ。視聴率は最低やったとかおっしゃってるが、うん、あのね、あの見せ方、セット、照明、これは70年の貫禄を私感じましたね。素晴らしかったと思うの。うん、確かにそうやって70年間毎年毎年貯めてきたその知識とか経験の蓄積がなかったらあんなんできないですからね。あんなんできない、
ほんで、あれは NHK よりフジテレビの方が上手ちゃうかって最初思ってた。 その前に海洋祭やりますやんけ、はい、紅白の前に。いや負けてなかったな NHK は、うん、大したもんやなって思いましたよね。そういう底力を見せる以外ないんじゃないですかね。そうですね、うん、ほと中心蔵なんていうのはやっぱテレビがやった方が絶対いいと思うんですよ。あの他のネットの局がやってもお金は持ってはるやろうけども、という中にもおっしゃったような、そう、うん、貫禄ある役者さんとか渋いところをポンと収めてくれるのは、収め方をしてるのは70年の歴史持つ、テレビの方のような気がするね、うん、そこの力を出さないかなと思うのよね。でも私がこんなんここで叫んだって全然あの関係ないんだろうけども、いやいやいや、今もネットにはもう負けることは明らかに分かってる、うん、どこ負けてるかっていうのはその評論も含めて、一般の方が評論家になれるわけやからね、うん、それも気にするのは分かりますけど、もうテレビはここはもう腰据えて気にせんといかなあかんわ、うん、ほんまに、うんうん、うちが中心ぐらいやねん、紅白はうちやねんっていうような、うん、それはもうどんと思ってもらいたい。今ね、あのボクシングにしたってレスリングにしたって何やろ、ネットでお金払わないとも言えないみたいになってきてますやんか。今多分、日本で言うたら一番ぐらいのアスリートの井上尚弥というボクシングの人の試合、テレビでは見られないですからね。そうね、有料配信では見られますけど、テレビでは見られないですからね。そこにいろんなこと集約してるなと思いますけどね。そうやねな。そうやけど絶対に歴史は深いねんから、うん、ネットのなんていうの、知らないこと、ネットが手出せないようなところドンと持ってるような気がする、うん、やっぱりあの根は深いような気がするのよ。根が張ってるわけやから、そこ使わんと。一番いかんのが、もう何か言うたらネットに言うてこう後手後手にね、うん、やってるところがなきゃ情けない時あります。ただちょっとごめんなさい、話ずれるか分からへんけど、ニュースやっとって今この情報はこちらであの配信できますのでって、まあ、QR コードを読んでくださいとかいいですよ、あれ見てたら涙出るね、なえネット負けとんじゃんかと思うんですよね。そんな言わんでと思うんですよ、うん、今ニュースあんたやってんねんから、詳しいのはここで読んでください言うて、あのぐじゅ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 ってなってるね、はい、四角いこのね、はい、このあのぐじゅ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 ってなってこれなんかほれそれをどうぞ、なんかネットにこびてるような気がするんやね、ドンとドンとしてくださいよって思うねんけど、これ理想論かな。いやでも実は難しいんかな。ドンとがないですからね。ドンはないね。でも紅白は見事でしたよ。紅白のセット照明、あれはもう NHK はすげえと思いました。本当にもう見事でございました。私あんなに紅白見たことないもん、うん、このところ本当に久しぶりに見させていただいて感動しました。ありがとうございます。あれですよ、あれがテレビの力なんですよ。見た紅白？途中まで見たんですけど途中からちょっと寝てしまいましたちょっと待って、私が見事や言うてんの全く反対意見、途中まで見ていたけど寝てしまいました。これもいやあかんでしょ今のコメントは。もうそれやったらもう花から見てへんのか、見てへんのかまだね。そう、途中で寝るということは作品としてあかんかった言うとんねん。もう面白かったですけど面白ない、いや年末やからちょっと大掃除とかも多かったから、ちょっとお体がね、お体があれやったんでしょうね。はい、失礼いたしました。